やべえ、もうあと2週間ちょっとで DLC 来るんだな。実感がねえ、マジで。なんか実感がねえな、わかる？この気持ち。なんかめちゃめちゃ実感がないんだけど。え、本当に来るの？って感じ。どうする？やっぱやめますって言われたら。はい、じゃあ読んでいきましょう。うわー、また来た。エルデンリング、ルカちゃん勝手にやるね、今日もね。勝手にやるのよ、この子。やはり家か。つまり癒しの時間だ。確かに。やっぱ実家が一番なのよね。ここが実家なんですよ。心が折れそうだとはな。だからこそ勇気をご承諾あれ。ちょっとよくわかんない。なんだろう、俺を見れば心が折れなくて済むってこと？なんかそれもそれどうなの？こいつも頑張ってんだから、俺も頑張ろうみたいな。逆にいいことか。励みになってるってことだよな、それってな。尻、そして指。これ前あったら。やめなさい。こんなの突っ込むもんじゃないから、普通に。うん。いや、突っ込むもんじゃないから、尻なんて。指。指。画像ですね。うん。今の画像ボイスね。うん。画像だけなんかボイス付きだから。もうねえな、もうな。うん。これは違いそうっすね。比較的少ないな。大概ね、このエリアとかにも少ないときは、フィアちゃんの部屋に結構集中してるパターンが多いから、おそらく裏切り者。うん、確かに。集中してるパターンが多いんですよ。こう、そうするとね、この部屋とかないんです、あんまり。やっぱな。YNS はね、法則があるから。キノコはまだか。なんかね、集まりやすい。やめなさい。キノコがね、キノコがねえじゃねえか。集まりやすい法則がある。音はまだか。儀式はまだか。プープー音楽隊。音楽隊の一人いたわ、ここに。ごめんな。まだちょっとね、ネタ的にまだちょっとまだ早いんだよな。うん。まあ、でも DLC で絶対吹くから。ピンチ。チャンスあれば。一回痩せた方がいいな、その前に。うん、そうだな。太ってるからピンチなのかな。うん。健康に良くないからね。見た目の話じゃないから。俺は。俺見た目のことあんま言わないから、人の。健康に良くないからやめた方がいい。やっぱ痩せた方がいい、まずは。すごい何かを捧げよう。あれ？カエコ！語呂悪。カエコですね。カエルの、カエミ。どっちでもいいけど。馬！やめなさい、ほんとそういうの。うん、ね、集中してるでしょ？大概集中してるんですよ。ほらほらほら、この絵とか。これもそうじゃないの？ほらほら、できたできた。ね、集中してるんですよ。フィアちゃんの部屋に集中するね、パターンが多いんですよ。よいしょ。あれ、乗れない。ちなみにこれ俺のメッセージだから。よいしょ。ああ、もう。はい、乗りました。騎乗船。そして馬。やめなさい。ケロミにしよう、ケロミ。ちなみにこれ、カエルってよく俺が言うんですけど、これ本当にカエルなんだよ。知ってた？これカエルなんだぜ。今は、フレーバーテキストから消えてんだけど、ね、消えてるんだけど、これね、フレーバーテキストね、昔ね、カエルがなんとかって書いてあったから。うん、これ書いてあったんだ、マジで。カエルの形を模したとか、なんだかって書いてあった。マジで書いてあった。だから俺、カエルって呼んでるんですよ。勇気万歳。うん。まあ、後から気づいたんだけどさ。うん、取ってつけたように言ってんだよ。カエルって言ってんのは、ただカエルっぽいから言ってるだけなんだけど。あ、待って待って、嘘でしょ？あれ、こっち待て。ここ行って、こ、よしよし。喜び！よっしゃ、来たぜ。はい、そんなカエルもいる。マルチプレイ、グループ合言葉、YNS というものを作ってます。よかったら入ってみてください。円付きのメッセージがたくさんあります。PS4、5、PC もやっております。DLC でね、多分人数がまた増えると思うんで、ぜひよかったら入ってください。皆さん、神秘派生って使ったことないんじゃない？このゲームって。神秘派生ってそもそもあったのぐらいじゃない？今日はね、神秘99のままなので、神秘派生です。神秘派生って血じゃないからね。神秘の派生だから。で、この、積石の塚っていう、土、積石の土っていう武器があります。はい。すげえ序盤に取れる武器なんですけど、実はこいつですね、神秘派生にすると、神秘が A になります。そうすると、見てください。物理攻撃力。
265プラス527。破格ですよね。こいつで、獅子切りを見舞って、ぺったんこ一撃アタックで今日遊んでいきます。はい。みんな、神秘、ハセってやったことあるないでしょ。このゲームやってて絶対。寂しい召喚の時間だ。この人ずっと待っててね。岩はあります。やったことないでしょ。神秘派生なんて。マジで。このゲームやってるうちって、多分やったことある人、ほとんどいないんじゃない余裕。うちのエルデンリング界、グラビアアイドル、ガゴミ。ついに大盾を手に入れたか。これだったら確かにいけるんじゃないか。じゃあ、まずは火力を確かめていきましょうか。はい。火を力を。そして、さりげなく筋力を上げていきます。よし、行くぞ。ぺったんこー。アタック強っ待てぺったんこー。いや、強っ、マジで強い。体力マックスじゃなくても強い、これ。ぺったんこー。やばいな、これ。やばいっすね。いや、ルカちゃん、見えてるから。俺、おじいちゃんじゃないからさ。なんか増えたな。やはりキノコか。いや、キノコではないんだよ。で、あのさ、ちょっとさ、散々見てて言うのもなんですけど、やはりキノコかって何なのどういう意味なのめっちゃ書かれんだけど、俺。どういうことなのもしかして、この上にこんなに高火力になってるんだな。ツボくんたちはどうなんでしょうか。一撃なんじゃないこれ。わお、わお、ただの壺を叩き割る雰囲気。わお、こいつはぺったんこー。わお、やば、この火力。これやばいだろ。これやばいだろ、普通に。これ壊れてんな。これは壊れてんな。まあやっぱりこんだけ高火力だからな。試すべきといえばここでしょう。ああ。ラダーンの奥の英雄墓だよね。ここはマジで強い敵しかいないから、ここやっていくしかねえよな、今日はな。英雄たちの地下墓、英霊たちの地下墓、ここしかねえだろ。この高火力をね、活かせる場所といえばここでしょ、やっぱね。オート、ローデイル。お、言えたんじゃねえ、俺。んローとオーデイル、どっちだっけ。んローとオーデイルとかもいいけど、まだいけないからさ、俺今。すごいね、相変わらず戦争してますね。ここしかないでしょう。ほら、獅子切りやってるもん。俺も獅子切りできるよ。あ、強っ！いけるいける、これなら。じゃあね、君たちと遊んでる場合じゃないんだ。こっちだよ、確かな。確かこっちだったと思う。あいつが弓を撃ってきます。スン！はい、オッケー。はいはい、これもやってくる？スン！え、痛くね！こんなやるの？ちょっと待って！え？98% ぐらい減ったぞ。面白いじゃねえか、英霊たちの地下墓。まずは勇気。つまり英雄の時間だ。ありがとう。英雄が来たぞ。勇気、おう勇気。ああ、勇気を。お、出た出た。エルデンリングのね、すごいメインキャラみたいなやつ。メインくん。勇気はまさか。ところで、まずはキノコ。だからこのキノコって何なのこれ。これ何なんだこれ。なんかあれだな。俺の知らない YNS たちだけのメッセージがあるな、これ。多分そうだろ、これ。みんなには分かってるけど、俺だけ分かってないみたいな。俺村長なんだけどな。YNS 村長。キノコはまだかってずっと言ってんだよね。あのキノコとは一体何のことを指してる。はい、ぴょーん、残念した。ぴょんぴょん、浮いてへん。おー、さっきよりほど減らねえな。クリス、いって、マジで。普通でも撃ってくるのかい。戦技とは別に。来いよ、ほら、見せてやるよ。あ、プンプクプーン、ぺったんこ。一撃だよ。プンプクプーン、ぺったんこなら一撃なんだよ、クソったれが。はい、時代遅れ。はい、時代遅れ。はい、時代遅れ。うわ、なんだこいつ。だる。全開じゃないと意味ねえから。てか、ルカちゃん、これ大丈夫？完全致命傷だと思うけど。ちょ、あ、どこに刺さってるこれ。頭刺さってない？黙れ！なんだこいつ。真似してんじゃねえぞ、クソったれ。これが本気じゃ。なんなのこいつ、マジで。君なんなん、マジ。ほんと。
舐めるな、おいさ、くそってるか、寝とけ。よっしゃあ、大丈夫、もうあれ、もう回復2個しかないけど大丈夫なのかな、持たない気がしてきた、もうすでに。ザコは寝とけ。はい、ザコの極み、攻撃してこないで、もうどうせ散るんだから、どうせ散る儚い命を攻撃してくんじゃねえ。この先にもいなかったっけ、一人いたー、おいっす、はい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 、この先にもいなかったっけ、うわいる、だる、あの弓矢のやつが一番だ、待って待って待って、ずるいよそういうの、ほんといい加減にして、いい、はい、危ない、起きてないね、起きないうちに行こうか、起きんのあいつ気づく、いや気づかないですね、あ、気づかない気づかない、こっち来た、こっち来た、よしよし、ここで待って、出会い頭に一撃叩き込む、これよね、ロッケーだロッケーだロッケーだ、気づいてない気づいてない気づいてないぞ、はぁ、出会い頭、残念賞か、こういうことですよね、ああ、ノーダメだよね今のところ、うん、全然食らってねえし、食らうわけないんだよマジ、3周目なんだからさ、こんなの、だってこっちですかね、どっちなんですかね、ここで合ってんの、ちょっと待って、もう一個あったよね、まあいいや、こっちから行こう、うん、怖いから、おいし、ああ、ガーゴイルが何体かいるな、ミニガゴがいるな、ミニガゴ倒しとくか、これよくある形っすね、生意気ー生意気ー、よー、いいねいいねいいね、こいつもだろ、はい、残念でしょ、強攻撃でもいっちゃうよ、勝てえな、やっぱりやっぱ勝てえな、一撃じゃねえんだな、強攻撃で、この下がなんか怖いな、でもあそこにメンバーメッセージがあるから何かあんのかな、とりあえずここ行くか、うるさいなこいつ、何なの、こいつこっち来ない、来ないのか、ほい、壁抜け、どうすんだ、こっち来そう、あ、来ない、意外と壁を越えられないんだな、こいつな。怖っ。危ない。キモいキモいキモい。キモいキモい、あいつなんだ、ほっとこう。おお、やべえ、嘘だろ、やべやべやべ、こんなとこでとんでもない強キャラ出てきたぞ。どこだどこだ、どこにいんだ、怖いよ、怖い、危ない、よしよしよし、全然危なくなかったわこんなもんですよ、いやこれ腐敗じゃない、これどう見ても、やめて、あーやめて、ラダー兵の位牌めっちゃいらないじゃん今さら、ちょっと待って、この頭の上にも書いてあるけどメンバーメッセージじゃないよね、あ、よかったあんなところに書かれたらたまったもんじゃねえわ、じゃあこれ一回下行くか、先な、あそこキモいやついるから、なんかめっちゃ怖いんだけど、これ怖くない、あー、なんか降りてきたよ、ほら、なんか上から弓矢の音もするし、あいつ来るの、来るな、来いや、なんか今後ろから火来なかった、何、やめやめ、めっちゃ減るんだけどマジで、3周目やべえ、マジカオスだわ、普通に減りが、こいつやばいやつじゃない多分、黙りやすしちゃい、よしよし、やばいやばい、回復がない、もうやばいぞ、おそらく待ち伏せ前、なるほど、先に読んどけよかったお、待ち伏せされてる、マレニアタマレニアタ頑張れ、マレニアタえ、これここにもいんの、もういない、あ、なんかいる、なんかいる、危ない、クソチビいるわ、あー、そっち系のやつか、クソチビ、おい、なめんじゃねえぞ、ぺったんこにしてやるよクソったれが、ほらもうぺったんこだよすべて、ああ、もう薄さ1センチまで潰してるからな、お前ら全員、そしてこっちでいいのかな、うわ怖っ、あー、これ腐敗のところから戻るやつだ、これやばいな、あー、やべえ、火の力をしか持ってねえぞ、ちょっと待って、これ装備変えた方がいいな、やばいぞやばいぞ、腐敗を直す腐敗パックを持ってない、持ってないとダメだ、やばい、これそうだ、地下だこれ、多分地下だな、戦ってるところの地下ですね、腐敗パックを持って、
やばい、死んだ。死んだってことは竹が俺に来るんだよ、これ。気をつけないと。あっちだな。ここから？ここで戻れる？クソってるけ！しか。こっちで、こっちで。もう俺には竹ないで！宝箱あるよ。嘘でしょ？オープンね。ゲット！星砕き。あ、腐敗パックン。よし、OK。そしてこっち？めっちゃ戦ってる、めっちゃ戦ってる。あー、あそこにもアイテムあるな。あれも欲しいな。じゃあ取り行こうかな。これすか、せっかく取った取りちゃおうよ。キャーキャーフワパック来ないで、こっちも。大丈夫ね、大丈夫。よしよしよし、よし、ここここ、よし、ここ。もうないよね、アイテムね。あー、あんなとこアイテムあるわ。くそー。じゃああれも取り行くか。こっち来ないでよ。いいって、俺は本当にいいから。マジで回復ないから、今回復ゼロなの。もうこっちです。よしよしよし。バカどもが脳筋しかいねえからな、ここな。頭悪いんだよ、結局頭悪いんですよ。戦いしか知らないしか知らないですから、こいつら。おう、やめて、もういいから。ああ、違った。何何、ハハクリスタ、なんだこいつ。いや、3周目エギーな。ああ、3周目でこのエグさか。でも、よく考えたらさ、俺このエグさでさ、DLC 行くんでしょ。何？あの、弓矢のやつどこ行ったの、さっきの。消えたんだけど、どこ行った？あれ、消えたのあいつどこ行ったんだろう。下行ったのかな？ちょっとよくわかんないけど、いいや。もう、レバーやっちゃおーっと。怖い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 。よし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 。これでとりあえず扉が開いたから、一旦帰っていいんだよな、これでな。帰ろう帰ろう。もう帰ろう、一回帰ろう。よいしょ、どっちだっけ、帰るの。こっちか。もうお化けになってまで戦争してるってさ、多分気が触れてんだよ、あいつら普通に。さあ、やっていきましょうかね。さあ、どんなボスだっけな、忘れちゃったな。まあいいや、やれるだけやっていきましょう。火を、力を。筋力上げまーす。両手に持って、そして、壺を出していく。わ、嫌な予感がしてきた、嫌な予感してきた。うわぁ、俺の苦手なやつだ。俺が嫌いなやついたんだ。嫌いなやつだ。危ない危ない、食われる食われる。だから一撃入ればこっちのもんだから、マジで。はい、ぺったんこ。1センチまでぺったんこ。ぺったんこ。すごい、ぺったん。入りなかった。え、なんでぺったんこ。なんでなんでぺったんこ。入ってるけど、なんでなんで、あいでで、なんで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 、さっきの攻撃入んなかったの。マックスまで行って、ツボ頑張れ。あぶれあぶれ、あぶれ、あぶれ、ぺったんこ。よしよし、来てた。よし、行け、ツボ。あとお前の自慢だ。やるわ、もう。俺は強っ。俺の苦手なこのボスもこんな簡単に倒せるなんてな。すごない？あれ？赤獅子騎士オーガ。やったぜ。ていうかさ、俺もしかしてさ、あ、気のせいかな。ちょ、ルカちゃん、待って。え？あ、大丈夫か。なんでもないです。なんでもないです。気にしないでください。はい。うん、俺のとんでもない勘違いをしただけです。はい。強かったね。やっぱね。強い。わー、ルカちゃん、またですか？エルデンリング！さあ、こんなね、エレボの奥底に書いて待っててくれた人。勇気！もういつ書いたんだろうね、これね。もしかしたら、誇りをかぶってるかもしれないね、このメッセージな。さあ、最後に読んでいきますか。書くなという場所に書いてるメッセージ。おそらくやっちまった。だからこそ勇気さえあれば。やる気で来てるだろう、普通に。ああ、勇気を。だからこそ、この先、勇気が必要だ。ちょっと噛んじゃった。ありがとう。すぐ噛んじゃうからね。すぐ噛んじゃうんですよね、なんかね。舌がちょっとおかしいんだと思うんだよ、多分。黄金樹をご承られ。勇気を勇気。ああ、黄金樹な。みんなそろそろ帰ってくるんじゃないか、やっぱりな。光の予感。そして俺をやった。
これゆるキャラくんでもないんだよね。なんだ、新しい人がいるんだよな、何人か。見たことない人がいますね、最近ね。新規じゃない人も多いんだけど。懐かしい。あ、帰ってきたんだろうね。みんな復帰勢が多いのかな、やっぱな。そろそろな。お、俺のメッセージの横にも2個。おそらく勇気。あ、これゆるキャラくんだ。ありがとう。ゆるキャラくん、ここにいたのか。合ってるよ、今回は。うん、今回はついに合ってる。ついに俺です、それが。火事はしない。やはりキノコか。だからさ、キノコってなんだろう。ん？よく見たらこの段差の上にないか、1個。この上にあるな。こっから行けそうだけど、よし、行けた。ここに書いたのはなんだ、これ。勇気？お？ち、やめなさい。尻を向けるのやめなさい、私に。しかもこれちゃんとキャラメイクした子でしょ、これ。やめなさい、そういうことするの。はしたないことするのやめなさい。